いや、なんかちょっと、あれだな。ティエントのせいで、ずる勝ちした感じがする。三つ目。これで、扉が開くわけだ。で、母なるなんとかってとこについて、で、どうもミリアムがその辺にいるという噂なんだよね。顔。In the name of the great ordeal and the sons of the miracle, Miracle. May the gold in my visage melt and erase the compunction of your soul. 二席ですか。Heart of guilt, return now from the dream. 帰ります。二席の星章。三つ目。さあ、揃って、おっと？開いた。今の象のところにも確か行ったよな。あ、これなんだ。あ、油か。これか。煮えたぎる油の指抜き。これをジェミーのだっけ？に持ってきたい。遺跡の顔に青、許しを得た。試練の橋の扉は開かれた。聖火の厳しい目が見守る中、聖火ってエスクリバー？ OK。で、まずワープポイント行きたい。ワープ、左に通れるようになった。あれ、ジェミノに会いに行きたい。先に、前なんか木になっちゃってて行けなかったからさ。開いてる開いてる。で、ここから一回行っちゃいます。どこだ？ここか？ここだな。戻るんだっけ？進むんだっけ？戻るのか。あ、違う。進むのか。で、その煮えたぎった油をあげてどうなるんだ？あんま覚えてないんだよな。何が起きる？なんかでも、もう動いてなくね？渡す。あ、見たな、これな。見たな。凍えた血管に油が注ぎ込まれる、注がれる。呼び声に今からでも答えられる。What ってやつだ。返答はない。これまだなんか動いてるけど、一回行って戻ると、なんかもう、あ、まだ、あ、違う違う違う、落とし物というか、なんかくれるのか。涙かい。もう一回行くと？いや、変わんねえか。変わらんっぽいので、これはこれでいいのか。じゃ、また戻って、ここから行くと何があるんだ？あと、アマネシダがここか。アマネシダ行くか。じゃ、先にまずこっちやっぱ終わらせよう。修道院の探索をやろう。修道院。そこから。手助けの女性はどうなったかな。名前忘れちった。で、右に出ると、ショートカットつながるだけか。これ剣か。まあ最大値だしな。レベル8とかね、なんか追加されたら嬉しいんだけどね。ないよね。OK。あと降りるところは多分初期の場所に戻るだけだと思われるんだが。まあ倒しきらんよね。あ、倒し、あ、これの威力は高いんだ。そっかそっか。
お、終わりだな。となるとやっぱりワープから、あ、そこ見に行くか。あのワープからの方が早いか。雪山の行ってないところ行って、あと天音氏だ倒そう。いや、なんかね、鈴の音っぽい環境音が聞こえるんだよね。空気の音というか部屋の音っていうかね、結構惑わされてますね。でそこから行こうか。右に行っちゃっていいんだよね。天音氏だと行ってないところ。そっか、覚えてる覚えてる。天音氏だ行く時の最短の場所がこっからだから、何度も通った覚えがある。こっから再戦が長いよね、天音氏だね。もっと簡単なルートが欲しかったよね。で、まず降りていいのか。痛い。体当たり痛えな。ちょっと攻撃速度速くない？もう2個目使っちゃったよ。で、降りて左か。ちょ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 。もうダメです。使った。こっち。はい。ゲット。涙、赤ちゃんいる。上はいけるのか。いけるいける。あいつらか。そこ右行くとなんだ？よくわかんねえよ。多分ここ行かなくてもいいと思われる。うわ、届かない。使っとく。取って逃げよう。問答無用で取る。終わりか。その左、あの音、あの音なんだ。地の果てまで追いかけてくるあの音。あ、フラスコビーン。3つ目です。で、降りていいのか。あ、ちょ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 、雑に降りるのやめよう。あ、ちょちょちょ、雑雑雑。あ、禁止忘れてたかな。やっちまったな。禁止忘れてたか。あぶね。で、ズバッと降りて、どこ行こうとしたんだ俺。そこか。フラスコ瓶真ん中は通ってないね、まだね。多分大丈夫か。で、降りて、はい。いいんじゃない、いいんじゃない。そこも降りちゃっていいんじゃ、いや、どうなんだ。いって。あ、落ちる落ちる、ちょ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 。今なんかワープしなかった俺。で、それだ。うん、違う。それだったか。これか。ちょちょちょ。つかめないんだよね、その血のやつね。これでいいのか。で、右出て、上になんかあんのか。赤ちゃんいる。えっ、厄介なところにいるの。帰れ。
当たって帰れ。オッケー。で、よし。で、あとは、アマネシダだ。行くぞ。チャレンジ。どうやって行くのが一番楽なんだろう。きつくない？あそこ行くの。3下いるよね。いっぱい来た。ちょっと。マジ、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 マジ。マジ、ちょっと。やったやったやった。流されんのマジ厄介だな。あ、きつい。ああ、赤ちゃんがいるのか。これで。アマネシダは多分魔法でいった方が。どうすんだっけこれ。ああ、なんか、いろいろ必要ですね。こうか。布地ダメなんだ。使っちゃ。あ、で、あれか。あ、間に合うねー。やべやべやべ。おっ、いやちょっと雑すぎたかな。やっぱ鈴の音が鳴ってるように聞こえる。ここ財貨は回収した方がいいよな。やっぱ魔法が危ね。使えないのは問題だもんね。あ、でもいいのか。ザクザクっと降りてっていいんだよね。えちちちちち、いいんだよね。はい、布地があれば。今だけ外すか。障があるめえよ。ちょっとくれすぎ、ちょっとくれすぎ。いや、まあこっちも強くなったとはいえ、向こうの攻撃力はげつなくね。気づくとなんか一撃で7割とかさ、なかなかアマネシダにたどり着けない。ゆっくりこう、ゆっくり。だから魔法を使ってから飛び降りよう。これを使ってから行こう。はい、待って待って待って、ちょっと、ここで落ちると死ん、あれ2個ある。ここに、あ、1個ある。もう1個ある。あるあるある。降りたところにあんのか。俺が落ちて死んだところか。あそこか。厄介なところにあんな。とりあえず使っとくわ。もうちょっとあれ、今俺使ったよね今。あれ、何かでキャンセルされた。モーション当たらねえ。当たら、ちょうど軸をずらしていくこいつ。厄介、メタクソ厄介。落ちるから。うおー、攻めーし。ふふ、えいってーってばよ。これアマネシダにたどり着かない。きついよー。どうかね。どうやっていくんだっけ。倒してからじゃないといけねえなこれな。砂地と山下でいいんだよね。いいんだよな。で、あ、ちょっと、あ、そっか、風、風。結局風か。うーふ、こうか。
天飯田が遠い。よし、届いた。あそこにも敵いんのか。来たぞ。やっとチャレンジ。ここなんだっけ。登るところがあんな。やだ、いきなりやだな。そうだっけ。無敵で行こう。無敵だ。どんなだったっけ。やばそう。全然覚えてない。はい、あれはパリーですか。低いさんだ。なちょっと、え、めっちゃ受けにくくない。当たんねえし、全然これが、これ天敵かもしれない。怖っ。で、多分矢が飛んでくるからパリーしたい。お前それやめろ。2回やるっていうのはね。ですよね。降りてこねえな。やめろ。そればっか打って、でたまに降りてきてくれればそれでいい。やばそう。届かね。これはね、全然いいよ、全然いい。やべやべやべ。よくやるね、それね。やべ。あれだんだん増えてくんだっけ。間違えた。やべ。ボタン間違えました。いやもう避けにくいしね、避けることは考えない。いや、そんなあったっけっていう感じですけど。ダメです。これどうやって避けるといいんだろうね。うわ、クラブね、これすっごい避けづらく、うわー、やべやべやべ、うわ、ちょ、なんだ今のは。覚えてねえ。いや、これ再戦までがマジ大変だわ。ようやく来れた。一回またやられました。さあ、地面に矢を打つやつね。それをなんとかしないと。地面で撃ってくるやつはもう魔法にしよう。え、なんか、うん、ちょっと今見たことないかもしれない。やべやべ、それも食らっちゃダメだよ。これは使う。あ、いいんだ、使わなくてよかった。それはいいよ。魔法解けちゃう。あべて、無敵があってよかった。さっきは集中できてたのに。それ厄介よね、一回撃った後雷が。これはダメです。うん、足んない。これタイミングめっちゃむずくない、これ避けんの。何ができるんだあれ。危ない。もう一発、さらにもう一発。
あんまりダメージ取んねえな、これ。この魔法。遠距離同士だから。やっぱ爆発当てないとダメ。ダメです。ゲージが足んねえな。これ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 。これ。それ、わからんよ。危ない。ゲージもねえし。ゲージが。魔法が使えない。撃っちゃった。それダメ。またかよ。ちょっとちょっと。やっ。俺もやーよ、やーよ、やーよ。ねえ、ぶちぶち。ゲージ溜まった。それは無理。ギリギリ。しかもこれ攻撃当てるタイミングもねえのかよっていう。ゲージ稼ぎてえな。まだいける、まだいける。まだ無敵ある、無敵ある。はい、早く。うち。いやー。数が多いな。やべ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 、往復がなかった。危ない危ない。なんかこれ左右が盛り上がってるんだ。厄介な。まあでも弾速遅いからいいや。無敵です。無敵ないです。ルーマジャパパン。じゃあ危ね。とどめ。ゲージ溜まってなかった。あ、やっぱすごいお金もらったね。アマネシだ。やっぱあの超厄介な横に打つやつ、あれを無敵でかわせんのはでけえな。それがねえと。相当きついんじゃない。あとあれだよね、フラスコ瓶の無敵で避けるしかないっていうか。よして、あとはこれでだいたいこの辺終わりだから、あと橋渡っちゃっていいのかな。この先だよね。聖書は揃ったので、でいよいよあのお兄ちゃんと戦って、あとテンチュディアのあれ拾ったから一回アルベロ行くか。どう行くといいんだろうね。これ飛び降りていいのかな、ここから。多分ここ出るよね。生物。布地。いきます。オリーブ畑に帰ってきて、こっちが確かワープポイント？違った。ワープ上か。この先か。で、そっから、アルベロ飛んで、テンチュディアの骨と肉？神束だっけ？を、あ、ここ行ってるんだ、まだな。その、左上のところな。はい。そこだ。窓口が用意されてます。まずは紙束。涙か。なんか縄もらうんだっけ。遺骨。泣き殻は全て集まった。二度目の埋葬だって。それはそれとし、あとロザリオ1個拾わなかったっけ。ロザリオ、そうだ、ちょっと結んでもらいに行くか。それとあのゴンドラのところどうしよう。ワープ使っちゃうとダメかな。こっちが近い？変わんねえか。上から2つ目だっけ。ここだっけ。
シゲは。ロザリオ頼むぜ。いいよね、神秘を結んで差し上げましょうって言い回しが素晴らしいね。 OK、 また頼むよ。あといくつだ、あと2つかな。あと2つだね。でつけるべきものがなんだろうな。涙よりやっぱあれだよね、熱情を、お、熱情が使用速、あ、そうなんだ、使用速、あ、フラスコ瓶の使用速度だ。剣から電撃飲むとだよね。攻撃すると熱情が増加だ。これはこれでいいんだけど、あと特にって感じか。まあ防御力上げとくじゃ。銀のぶどう、はい、まあ、とりあえずって感じだ。であとそのゴンドラの下に下げてからだよね。そこからで、でまたワープで来ればゴンドラが下がったままになってればいいんだけど、ここがここにいるとまずいんで邪魔。あ、でもあれか、ここ閉まっちゃうのか。降りる、いけないこれ、なんとかして。めっちゃいけまーす、はい、ゴンドラを下ろせばいけたんじゃねえか。ありがとうございます。さらっと上がった。はい、今の人もなんか頭にさとんがり帽子みたいなのかぶってたよね。さあこれでとりあえずそのなんつうんだろう、前半戦みたいな感じの橋を渡るまでの、ここあれで聖杯だよね、橋を渡るまでのところは終わったので、ではですね、一旦今回はここまでにして、次回はこの橋を渡るところだね。橋を渡ってお兄ちゃんと対決して、で多分ミリアムがその先にいると思われるので、今日はそこに飛んで終了だ。これですね、三試練の橋、ここ結構開いてねえな、この間の。まあいいか、来ました。で、扉が開いているので、その手前でなんか騎士団みたいなやつと戦うわけだ。よし、それはまあ、また次回にいたしましょう。そんな感じで、今回はここまでにいたします。また次回、それではまた。